たできた。これは混ぜるんだな。混ぜた。はい。これを入れな。はい。お、なんかドロドロしてるね。はい、混ぜた。次はふりかけか。はい。ごま？これ。すりごまか。でもなんか微妙に鰹節かなんか入ってる気がするんだが、いいね、このドロドロした感じ。あ、こっち、こっちが表だから、こっちをカメラに、これのカメラに向かうといいかな、こういうの。やっぱお酒を飲んだ次の朝のラーメンはうまいね。やっぱ魚のは 魚粉の味がするね。なんか絶対これ魚が入ってるな。サバ？魚介エキス、昨日は大国玉神社のやぶさめを見て、やぶさめを見たのが初めてだったけど、なかなかあれは面白い。特にね、あの矢がね、的にスカーンとか当たった時のあの音がいいね。音がカツン、板が割れるんですよ。パカッと割れて、だいたい基礎馬なんだけど、ドサンコも一頭混ざってて、もう一頭ね、大きい馬がいてね、それは何かっつったらね、どうもサラブレッドでさ、サンデーサンサイレンスの孫の武蔵号だとかか武蔵丸か、そんな名前の馬が一頭いましたけど、あれは早かったね。矢をつがえる間もなく通り過ぎていって、大体当たんないんだよね、もう早すぎて。目の前をわーっとドドドドドドドッとかけていくのは、それを見るのはね、かなり迫力がありましたよ。あれはすごかった。サンデーサイレンスの孫っていうやつはさ、俺が競う馬ごときに負けるわけにはいかねえぜっていうくらいのすごい勢いで走ってましたね。見たか、俺が一番だぜみたいな感じじゃないの。馬にしてみれば潮の道じゃねえや、道の潮だ。いただきました。なんかな、スープがトロトロしてて、なんかちょっと魚の出汁が入ってるような。ほら、わかめも入ってるじゃん。ほら、これは新発売のやつね。5月27日に